どうも、コーヒーインストラクター1級の高橋優太でございます。今回はですね、コーヒーの細かい粉、微粉ですね、その微粉を取り除くことができる微粉セパレーターを紹介したいと思っております。高橋優太の動画。はい、コーヒーの微粉については以前別の動画で取り上げたんですけれども、ここで改めてですね、微粉について簡単に触れておきたいと思います。コーヒーの微粉というのは引くときに発生する細かい粉なんですけれども、こちらの微粉っていうのはですね、コーヒーの味を重たくするような、そういった特性を持っております。なんで、この微粉を取り除きますと、コーヒーの味がすっきりさっぱり軽やかになります。で、その微粉を除去するには、こういった普通の、茶こしみたいなものでこうさらさら振ればですね、微粉除去することができるんですけれども、いかんせんこういった茶こしですと、思いっきり振ると粉がバッてこぼれてしまったりとかですね、してしまいますので、なるべくこうこぼれないように結構気配って振るわなきゃいけないんですよね。で、それをちょっと毎回やるのはですね、大変だということで、今回紹介したいのが微粉セパレーター、こちらでございます。で、この微粉セパレーターっていうのは僕が勝手に名前つけてるだけで、微粉セパレーターっていう名前で、例えばアマゾンとかヨドバシカメラとか、あるいはどっかの喫茶店とかで売ってるものではありません。ただ単純にですね、瓶と茶こしを組み合わせたものになります。特に一切加工もしないですね。で、仕組みとしてはものすごく単純でですね、この瓶のこの縁ありますね、この縁とこの茶こしの縁、この出っ張ってる部分ですね、出っ張ってる部分がちょうど噛み合うものを探してきて、組み合わせてるというだけです。で、僕は100円ショップのダイソーですね、いつもお世話になっております。そのダイソーで、この瓶とですね、茶こし、探してきて組み合わせて使っております。ですんで、制作費用は216円、安いですね、216円です。で、瓶のこの口のところに茶こしを引っ掛けて、で、瓶ですので当然蓋があります。で、使うときはコーヒーの粉をこの中に入れて、で、蓋をして振って、で、微粉をこの瓶の方に落とすという使い方です。では早速ちょっと実際使ってみましょう。はい、ではまずコーヒーミルで、コーヒーを引いていきます。はい、引き終わりました。で、引けましたら、この粉をですね、こちらの微粉セパレーターの茶こしの方に移します。で、移しましたらこの瓶の蓋をですね、ちゃんと閉めて、で、激しく振ります。で、振るとこんな感じでですね、茶こしの方から細かい粉が瓶の方に落ちます。この辺細かい微粉が落ちてますよね。はい、では引き続き振っていきます。はい、こんなもんですかね。で、ちょっと微粉を除去した粉を見てみましょう。はい、こんな感じで細かい粉がきれいに取り除けているのがわかるかと思います。で、取り除いた細かい粉はこちらですね。
な形で微粉セパレーターを使いますと、きれいに微粉とそうでないコーヒーの粉を分離することができます。ぜひぜひですね、すっきりした味のコーヒーを好まれる方はこちらの微粉セパレーターを作ってですね、で微粉を除去したコーヒーを入れてみていただければと思います。きっとお好みの味のコーヒーが入れられるかと思います。というわけで今回はこちらの微粉セパレーターを紹介いたしました。また近々ですね、コーヒーに関する動画を作りましてアップロードする予定ですので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。高橋優太でした。では。